MA6800 マッキントッシュラボはアメリカ合衆国の高級音響機器の設計及び製造会社。マッキントッシュのブランド名で知られる。マッキントッシュラボ社は1949年創立。創立者フランク・エイチ・マッキントッシュ。創業地はシントン。所有地はニューヨーク州、ビンガムトン。代表者はチャーリーズ・エムランドール。1990年。 クラリオンの米国法人が買収した。さらに2003年5月には、持ち株会社である D&M ホールディングスが買収し、参加ブランドとなった。日本への輸入、販売、サポート業務はそれまでエレクトリが行っていたが、2007年4月1日に D&M ホールディングスが新たに設立した日本法人司会社、株式会社マッキントッシュジャパンに移された。 2012年10月に高級オーディオメーカーを多く、参加に持つイタリアの持ち株会社ファインサウンズが T&M ホールディングスから買収し、自社の参加に収めた。日本での輸入販売権はまたエレクトリに戻され、サポート業務を引き継ぐことになった。アンプ製品については、ブルーアイズと呼ばれる左右パワーメーターが主な外観的特徴となっている。日本国内においては、 富士重工業がレガシーのメーカーオプション扱いでマッキントッシュオーディオを採用したことで知られる。ありがとうございます。